はい、速稼塾の久保です。今回ですねお届けするニュースなんですけども、河井案里被告が参議院議員辞職へということで、当たり前の流れになりましたよね。有罪判決受けてるわけなんで、これは議員辞職どころかもうね公民権の停止っていうのが5年間行われるというふうに私は記憶しております。というのもね、二度と出てほしくないですね、この広島の恥というかね。もう本当にね、街角歩いてて石投げられるんじゃないかなと思って、私そのぐらい不安ですよね。まあ、河井案里さんはどんな顔をしてね広島の地を踏むんでしょうか。まあ、きっとね近所のスーパーに行くときももうひそひそされるんじゃないかなと思いますよね。もう本当にねこんな嘘をつけばねろくなことにならないわけですよ。しかも守ってくれる人がこうやっていないわけですよね。完全にトカゲの尻尾切りになりました。河井克行みたいなね、その法務大臣までした人が違法をやってるわけですから。法務大臣っていうのは人の死刑判決をね執行できる人ですよ。こういうふうな、ね、人の命を預かる人が、まあ、平気でねこういった買収事件をやって、しかもそれに乗っかるようなね広島議員ね、これ情けないですね。10万20万30万100万でいとも簡単に自分の票を売るなんていうのはね、これだから一票の価格がついたようなもんなんですよ。広島市で買収をしようと思ったら本当に安く済みますね。だから選挙権を、ね、お持ちの皆さん、そして立候補される方、広島から出たらねいとも簡単にこれは当選しますよ。ということでね、ちょっと嫌みったらしくお話ししましたけども、ちょっと記事の方を読んでみようかなと思うんですよ。河井案里被告参議院辞職へ、4月に、広島補選ということですね。まあ次もね、まあ、買収が行われるんじゃないですかね。恥を知った方がいいですよ。これこそ自民党のね、あの三原淳子さんでしょ、恥を知りなさいってお前だっていうことなんですよ。っていうところで、自民党のねなんか流れにねちょっとね変わり目が出てきたかなと思うんですよ。まあというのがね、先日もですけども、まあ議員辞職はしなかったんですけども、松本潤さんね、この方がなんか夜の街に繰り出していったってことで奥さんに叱られたかなんかで、あのあれですよ、離党しましたよね。だこういう処分が次々と行われるってことは、だって自民党なんてね犯罪を犯しても平気でその職位についていたりとか、国会でね嘘の答弁をしながら安倍総理なんてのはもう意気シャーシャーとねまだノーノーとやってるわけですよ。しかもそれを抑えきれない自民党内部の人、若手議員とかね威力のある人も自分の出世を棒に振りたくないからもう長いものに巻かれているという、この情けなさ、まあ、自民党をね本当にぶっ壊さないといけないですよね。内部からぶっ壊していただいて、もう本当に昔の自民党に戻ってほしいですね。まあ、なんと情けないですよ、この自民党というものに寄り添う、だってね、小心者の議員がね、うん、だからね、やっぱり野党なんていうのは立派ですよ、うん、そう考えると、自民党にくら替えすることもなく、強大な敵にね、力ない身と知りながら立ち向かっていくわけですから、だから、まあ、私がね、まあ、ないと思いますけど、分かんないですけども、私が何かね、選挙運動する、自分が立候補するとしたら、自民党ではないですね。むしろ自民党を壊すために野党の方か、もしくは令和新選組とか N 国党のところから切り出していって、新しい時代のねその、まあ、選挙の流れ、政治の流れというのを作っていきたいですね。まあ簡単に言えばね、インターネットで票を集めるということですよ。インターネットで今まで全然投票に参加しなかった方の本当の、ね、心の声、要するになかなか表面に出せなかった本当の声というのはインターネットに上がってるんですよ、ね、言いにくい声が匿名で上がるでしょ。その匿名の声こそが本音ですよと思いませんか。やっぱり自分の実名で本音のことを言えるっていう人はなかなかいないんですよ。だから匿名でこそ本性が本気でね、自分のことが語れると思ったら、匿名の意思を集めてこその本当の選挙になるんではないかなと私は思いますけどね、というところで今回は河井案里議員辞職、これ当たり前だって話ですよね。辞職で済むのかって話ですよ。もう終身刑でこういう人はね、河井克行とともに残りの人生は牢屋の中で過ごしていただくということで、私はね全くいいんじゃないかなと思います。なんせねそのぐらいね、選挙を金で買うっていうのはもう人の命をね奪うのと同じぐらい人の人生をダマからかすわけですから、うん、本当にね権利を盗んでるわけですからね。もうこれはね想像以上にひどいことだと思わざるを得ないですね。それからやっぱり選挙不信とか政治不信にこれ、ね、直結するわけですよ。結局金かってなるとね、もう信頼を失ってしまうわけですよね。でせっかく真面目に当選した人もどうせ裏で金もらってんだろうっていうふうなことになっちゃうわけですよ。だから一部のねこういった悪意を持った人の悪びれない行動によって全部が濁ってしまうわけですよね。まあ主に交われば何とやらって言いますけども、政治家なんてみんな同じだよっていうふうな声っていうのは本当に市民国民の本音だと思いますよ。そういうふうに、ね、してしまったわけですからね、この権力を持つ人が、うん、ということでございますね。もう本当にねこれ腹立たしいですね。47歳河井案里、いや本当にね同じ世代として恥ずかしいですよ、こんな人間が育まれてきたってことはね。だって
高度経済成長マンモス世代でしょ、うん、何なんですかね、真面目にやればいいことがあるよっていうふうに教わって育ってきた世代ですよ、私たちは昭和世代ですよ、まあ、こういうふうにね、なんか人の権利を盗みに行くっていうかね、でしかも買収された人もね、どういう姿を後世に残すんでしょうかね、これはね。